ああ、宝なる魂の源よ、私たちに耳を傾けることを教えてください。憐れみ深い主よ、私たちが理解できるよう助けてください。私たちが耳にする、私たちに向けられた多くの否定的な言葉、苛立ちや恨みの言葉、私たちが傷つく憎しみや挑戦的な言葉、私たちはその言葉の背後に隠れている助けを求める声に気づくことができるはずです。なぜなら私たちが耳にする言葉が全ての言葉ではないからです。思いやりに満ちた父よ、私たちとはかけ離れ、性格も価値観も異なる人々の声に私たちが耳を傾けることを教えてください。言葉だなく私たちにささやきかける心の声、沈黙の中で私たちを叫ぶ心の嘆き、音もなく私たちを求めている魂の叫びに耳を傾けることができるよう教えてください。私たちが人の声を聞き分けるように、神の声にも耳を傾けることを教えてください。平安なる主よ、私たちの魂の深きところにより恐れを抑え、私たちの心に響く内なる声に信頼することを教えてください。忙しい時と退屈な時、信頼と疑い、騒音と沈黙の中で命の源であるあなたの声に耳を傾けることを教えてください。そうすればあなたの優しく変わらない存在を穏やかに味わうことができるでしょう。アーメン。